はい、こんにちは、レトスの小野です。4月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。時間には限りがある。有効に使うか無駄にするかは使い方次第。使い方が変われば結果は変わる。試験まで残り6ヶ月。この6ヶ月は受験生全員が同じ条件です。仕事をしている時間と寝ている時間、これは勉強ができないにしても、それ以外の時間は勉強に充てることができるはずです。この時間の中でどれくらい勉強に充てることができるか、これが重要になってきます。もちろん今までと同じように過ごしていたのでは勉強時間は作れません。忙しい、これを理由に勉強しないでしょう。でも本当は忙しいから勉強できないではありません。弊社の個別指導の受講者様も多くの方が忙しいです。それでも勉強時間を作っています。つまり忙しいから勉強できないのではなくて、勉強時間を作ろうとしていない、勉強時間の作り方がわからない、この2つが原因でしょう。この原因を解決しない限り勉強時間は作れないので、なんとか解決していきましょう。個別指導では受講者様とやり取りをしながら勉強時間を作れるようにしていきます。今からでも今年の合格は間に合いますので、自分自身で時間管理ができないという方は一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入ります。不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為の成立と同時に履行地帯となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答え丸ですね。不法行為に基づく損害賠償債務っていうのは不法行為の成立と同時に履行地帯となります。これさらっと読むと分かりづらくないですか。この文章っていうのはさらっと読むと分かりづらいんですね。で、これは具体例を出すと非常に簡単に理解できます。例えばあなたが事故などで怪我をして入院した場合をイメージしてください。あなたは被害者で、別途加害者がいるということですね。あなたは入院費をすぐにでも払ってくれって思いませんか。すぐにでも相手方に損害賠償請求したいですよね。加害者に対して損害賠償請求したい。ここで履行地帯の発生時期っていうのは、加害者が被害者から非難されるべき時ですよね。これは、昨日の動画とかでもお伝えしていると思います。つまり、被害者であるあなたから非難されるべき時、ここから履行地帯となるわけですよ。つまり、事故が発生した時からすぐにでも損害賠償請求したいということは、事故が発生した時から加害者は非難されるべきなんですよね。つまり事故が発生した時から履行地帯になりますよということなんですね。で、言い換えると事故が発生した時っていうのは不法行為が成立した時なんで、この時期から履行地帯になるということです。これは被害者救済のためのルールなんですね。イメージできれば忘れにくくなりますし、試験前に勉強したのに覚えられていないとならずに済むんですね。無駄な勉強したくないという方は、ぜひですね、個別指導ご検討ください。もう多くの方がもう無駄な勉強してるんですよね。無駄な勉強っていうのは、この部分をそのまま覚えるっていう方です。つまり丸暗記学習ですね。不法行為の成立と同時に履行地帯となる。もうこれ丸暗記の方っていうのはやはりもう無駄な学習ですね。そういった方っていうのは他の部分も丸暗記しちゃうんですよ。で、そうなってくると、この部分大体忘れます。1ヶ月後、2ヶ月後忘れちゃいます。で、一方で、ここの具体例を頭に入れて理解をしている方っていうのは、忘れたとしても、この問題文から具体例を自分自身で考えて答えを導くっていうことができるんですね。つまり、正解できるんですよ。忘れていてもこの問題正解することができるんですよ。これが理解学習であり、有益な勉強法なんですよね。このような勉強をしたいって方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強していきましょう。で、問い2に入ります。37条書面ですね。宅建業者 A は、宅地の売買を媒介し、契約が成立したと。で、当該、宅地にかかる租税、その他、効果の負担に関する定めがあるとき、A が交付する37条書面に記載しなければならない丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。租税効果については37条書面に記載しなければなりません。で、これについてはですね、定めがある場合ですね。で、今回は、定めがあるときって書いてあるので、37条書面に記載しなければならないということです。で、37条書面に記載すべき事項と35条書面、つまり重要事項説明書ですね、に記載すべき事項、この違いについては必ず頭に入れておいてほしいんですね。
で、今回、まあ、租税効果って書いてあるんですけども、これ固定資産税の話です。まあ、固定資産税がいくらなのかとか、まあ、そういった情報ですね。まあ、これぐらいの理解で十分です。で、固定資産税が年額いくらなのかっていうところを、まあ、記載するんですけども、まあ、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。で、近年のこれ出題ポイントの一つになってるんですね。で、しかも2問以上出る可能性も、あるんですよ。この35条書面、37条書面の違いとかですね。だから、絶対に頭に入れておきましょう。で、この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方については個別指導で解説しています。覚えるのが苦手な方はぜひ個別指導をご活用ください。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 記載しておきますのでご確認ください。で、問い3ですね。農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後返済が滞ったため、当該抵当権に基づき競売が行われ、第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法3条または5条の許可を受ける必要がある、丸か×かという問題です。答えはこれ、丸ですね。競売によって農地を取得する場合も例外じゃないんですよ。競売により農地を取得する場合、3条許可または5条許可が必要です。まあ、この違いっていうのは、まあ、3条は農地を転用しない場合ですね。つまり、この農地を取得するものがそのまま農地として使う場合は3条許可が必要で、5条許可の場合は農地を別の、農地以外のものに転用する場合、例えば住宅を建てたいとかね、そういった場合は5条許可が必要になってきます。で、なぜ競売によって農地を取得する場合に許可が必要なのか。こういった理由を知っているのと知らないのとでは、実力が天と地ほど変わってくるんですね。理解をしていると忘れにくくなります。応用問題にも対応できるようになります。しかし、ほとんどの不合格者が、このような理由を考えずにそのまま覚えてしまってるんですね。で、結果として応用問題は解けないですし、すぐ忘れてしまいますし、結局合格点が取れないと。いうことになります。まあ、そうならないために理解学習を行っていただければと思ってます。理解学習を実践したい方は個別指導で今すぐ実践していきましょう。今回の競売についてなんで3条許可5条許可が必要なのか、この点についても解説しておりますので、ぜひですね、個別指導で一緒に実力を上げていただければと思います。個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。